はい、こんにちは。佐大臣三長です。今日明日の2回で、侵害革命について語ります。侵害革命。1911年から12年にかけて、新国で起こった共和革命。鉄道国有化問題に端を発し、中国各地で暴動が勃発。革命軍は、武将と官洋を武力制圧し、霊元孔を総督とする、中華民国軍政府が成立。その後、 臨時大総統として孫文が選出され、すぐに辞任して、新朝軍人の遠征外が選出されました。1912年2月12日、戦闘帝不義当時6歳の大尉宣言直書が発せられ、新朝は終焉。アジア初の共和制国家である中華民国が誕生しました。本日は第1回、革命勃発です。 北京議定書と交書申請。1899年から1900年の義和団事変の敗北によって、新庁は日本と欧米列強11カ国との間に屈辱的な北京議定書を結ばされました。その内容は大きく2つです。新国に賠償金4億500万テールの支払いを課すこと。北京に公使館区域を設け、北京周辺の警備には 外国の軍隊が当たること。ここに、新朝の権威は地に落ち。千年にわたって中国を支えてきた儒教イデオロギーも揺らぎました。儒教、儒教って古臭いこと言ってるから、列強の食い物にされるんだという反省から、新朝内部では、生態号の指導により、政治改革が行われました。教育を普及し、産業を振興し、近代化を目指しました。これを、 公所申請、公所申請と言います。公所申請の具体的な政策としては、受教教育を西洋式教育に切り替えたこと、欧米や日本への留学を推奨したことが挙げられます。特に日本へは盛んに留学生を送りました。明治維新後、わずかな年月で近代化を成し遂げた日本に学ぼうとしたんですね。1905年から6年には、 日本国国内の中人人留学生は8000に上ったと記録されています。孫文一方清朝そのものを打倒しようという動きも出てきましたその筆頭が孫文です孫文は1866年広東省高山県の貧しい農家の三男三女の5番目として生まれました 北京も頂点とする官僚社会のシステムからは完全にあぶれていましたが、孫文の兄はハワイのオアフ島に移住し、農場経営と商売に成功していました。孫文は兄の援助のもとハワイで、ついで香港で西洋式の教育を受け、キリスト教の洗礼も受けました。香港で5年間医学学校に通い、医者となりましたが、いつしか革命運動に 身を投じていきます。満州人による新王朝は打倒しなくてはならない。そして、漢民族の国を打ち立てるのだ。そう強く思うようになりました。孫文がそう思うようになったきっかけは、1884年の新仏戦争でした。新国とフランスが戦争して、新国が負けました。新国はベトナムの総主権を失いました。 当時18歳だった孫文は、帝国主義列強の横暴に行き通るとともに、新朝官僚の無能さに失望しました。満州人に国を任せていてはダメだそう強く思うようになりました。この新仏戦争の敗北が、孫文が後年革命運動を起こすきっかけとなったとされます。孫文は1894年ホノルルで、 翌95年、香港で、公衆会なる組織を作り、満州人国家の打倒、民主国家の樹立を叫びました。公衆放棄。1895年、旧暦9月9日、徴陽の節句の日を選び、公衆会の会員3000人も香港から公衆へ向かう列車に紛れ込ませ、公衆にいる同志も愛意を応じて、武装決起する計画を立てました。しかし、 新朝とイギリスにバレて計画は未遂に終わりました。孫文は香港に逃れ、以後長い亡命生活に入ります。1905年明治38年7月30日、孫文は東京で70名余りの中国人留学生を集めて中国同盟会の決起集会を開きました。日本はこの頃、日露戦争の末期でカラフト出兵が行われていた頃でした。 中国同盟会の趣旨は、脱領を駆除し、中華を回復し、民国を創立し、知見を平均するというものでした。つまり、満州人による新王朝を打倒し、漢民族による国を回復し、民主国家を作り、土地の個人所有をなくし、国有にするということです。1905年8月13日、 中国人留学生による孫文歓迎会が東京で開かれました。約1000人の留学生を前に孫文は国土と人口に恵まれた古い歴史を持つ中国が最先端の立憲民主制を採用すれば欧米列強にも勝る大国となると明るい未来を説きました。当年8月20日、中国同盟会の結成大会が開催され孫文も総理、孫文の名友である 高校を副総理閣の書務幹事とすることが可決されました。三大主義。1905年明治38年11月26日、東京市牛込で中国同盟会の帰還し民法が創刊されました。孫文は民法創刊の字において自らの革命理論を表して、民族主義、民権主義、民政主義、 の三項目を掲げました。はじめ三大主義とこれを称しました。第一次世界大戦の後は三民主義と改めます。教科書では三民主義の方がお馴染みです。民族主義とは満州王朝、信を打倒し、漢民族の国を築くこと。民権主義とは民権を伸ばして共和政体を樹立すること。つまり民主的な 共和国を作ると。民生主義とは土地を国有化し、個人所有を認めない社会主義的な世の中を作ることを言っています。まあ、社会主義というと、現在全く欠片もいいイメージがありませんけれども、元はまともな発想から始まっています。大地主が土地をいっぱい所有して、小作人から搾取している。だから、国家が一元管理して土地を収めれば、 こういう金持ちによる搾取がなくなるだろうということから社会主義の世の中を目指したわけですけども周知の通りその試みは失敗に終わっております孫文は1895年の公衆放棄に失敗して以来地球を股にかける亡命生活を続けました新朝政府から命をつけ狙われながらも革命の資金集めと投資への支持に明け暮れます香港 台湾、アメリカ、イギリス、フランス、日本、マレーシア、ベトナム、孫文の行動範囲の広さは驚くばかりです。1895年から1911年まで、中国国内での武装決起を格索すること、重度に及び、その全てが失敗に終わりました。これはたくさんやったという意味の抽象的な数としての重度ではなくて、実際に10回、 行って10回とも失敗しております上海を出た時29歳だった孫文は45歳になっていました鉄道国有化問題中国国内では1908年に高所邸と政体号が没してから極めて限定的ながら選挙も行われ国会開設の声も高まっていましたしかし1911年5月8日に成立した内閣は満州人が過半数を占め 中国民衆を失望させるものでした。翌9日、民間資本による布設が計画されていた幹線鉄道を国有化することが決定しました。なんだそりゃ国有化バカなそれまで鉄道に投資していた関東省、湖北省、湖南省、四川省が反発し、たちまち暴動が起こります。四川省省と西都では特に反対運動が盛んでした。 7月15日、新国軍により運動の責任者が逮捕されると、釈放を訴える人々に対して新国軍が発砲します。数十人が射殺されました。これに対する抗議活動が激しくなると、中国同盟会会員による革命軍が押し寄せ、政党を包囲しました。10月10日、革命軍が武将で放棄し、湖北、湖南も管轄する総督の庁舎を襲撃。 総督は長江に停泊中の船に逃れました。翌11日、革命軍は武将、官公、官陽を相次いで制圧し、霊元孔を総督に、中華民国軍政府を組織しました。次回、孫文の帰還に続きます。という感じで、歴史や古典についての解説音声を配信しております。メールマガジン、佐大臣の古典歴史解説。 自国の歴史や文化についてちゃんと知っておきたい。学校で習ったことよりもう一歩突っ込んだ勉強がしたいという方におすすめです。メールマガジン、サダイ人の古典歴史解説。登録はこちらの URL からよろしくお願いします。ご利用は無料です。本日もサダイ三永長がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました